すいませんね、もうこれ荷物置いちゃって長い間ごめんなさい。はいどうも、サノミのブスね。はいどうも、サノミのブスね。皆さん、本に埋もれて生きていきたいとか思いません？僕はね、本に埋もれて生きていきたいと思うんですよ。読まない本もあってもいいぐらい、もう極論ね。ファッションよね。もう本に囲まれて、なおかつ、こういう格好ね。本に混じれてね、生活したいって憧れたりするんですよ。なんか、企画考えてそうなやつじゃないですか。ね、こう、企画とかいろんなアイデアを考えてそうなやつになりたいんですけど。そこで思ったんですけど、じゃあもう24時間営業の図書館に住めばいいじゃないかということでね。もう住めばいいんだよ。住めばそんなもん。そんなね、稼がなくていい。もうめんどくさい。めんどくさい。うん。こんだけ理想を言ったけどめんどくさいから。まあ、3日ぐらい住めばいいでしょ。もう3日もいればもう十分よ。がっつりオフィス街の中にあるんですね。うん。いやもうがっつりっすね、もうなんか。思ってたと違うというか。全然行ったことないんでわかんないですけど。なんか24時間営業のカフェで、ブックカフェ。24時間営業で本が読める場所ってないんじゃないですか。そんな聞いたことないですもんね。いやもう行きたくてね、楽しみなんですよ。あ、これだ。これです。ランプ、ライト、ブックス、ホテル。ホテルって書いてあるんですけど、この下のところ。24時間営業のカフェということで。楽しみですね、ちょっと。住みたいわ、普通に。本に紛れてね、生活したいって憧れたりするんですよ。閉店の時間でありました。24時間じゃないですか。こっちは24時間なんですけれども、今ちょっとこの状況なので。ああ、出てかないといけないです。そうですね。はい、すみません。ホテル泊まれば、まだここ行ってます。あ、そうですね。ご利用いただけます。ご宿泊のお客様がいる。そうですね。はい、7時以降も。あ、じゃあちょっと部屋空いてますホテルが、はい。あ、すごい。全部本棚。全部本棚。この部屋番号のこれとか。おお。いや、マンボウは終わったよな。それ思ってたと違うな。うん。3日間あそこにいるつもりだったからね。だってこれ、前回電車ですからね。3日間生活ね。優雅だなっていう。いや、やっぱ本に囲まれたかったから僕は。別にホテルに泊まりたかったわけじゃないんで。もう優雅な暮らしをするためにホテル泊まったんじゃなくて、3日間本と一緒に生きるために渋々ホテル取ってますから。
ちゃんと本だ、全部。すごいです。枕元というか、布団の横にもちゃんと本がおります。お、エロい。エロいですね。部屋にもね、ちゃんと本があるのいいっすね。結果的に泊まれちゃってますしね。なんかネットで調べた感じもなんかブックカフェみたいな感じだったから、まさかがっつりこんな泊まれるとはもう本当に想像外でしたけど。だし24時間営業じゃなかったのも想定外でしたけどね。夢で YouTube やって、夢で YouTube やって尺余ったから、新潟で海鮮食おうとしたけど、めんどくなって電車で帰ってきました。夢で YouTube やって尺余ったから、めんどくなって電車で帰ってきました。夢で YouTube やって尺余ったから。チェックアウトします。部屋にもね、ちゃんと本があるのいいっすね。本に紛れてね、生活したいって憧れたりするんですよ。大丈夫ですか。まあ、そうです、そうです。ご苦労ですね。動けます。倒れそうだったら言ってくれれば、後ろ支えてるんで、僕。やばかったら持たれちゃってるのは大丈夫なんで。どこへ？ちょっと濡れちゃうんで、どうしましょう。あ、もうこの、今後ろにいるんで。ずっとこういう感じなんですか。いや、今日が初めてです。すごいですね。今日が初めて。あ、そう、帰り。帰り急にですか。すいません。今大丈夫ですか。はい。おじいさん腰痛めちゃって動かなくなって、はい、喧嘩呼んでもらうか来てもらっていいですか。その今おじいさん倒れそうなんです。あ、ちょっと腰が痛い。一旦館内入ってもらって大丈夫。いや、多分マジで動かないみたいに腰マシっちゃったみたいで、どうしようって。ちょっと濡れちゃうんでどうしましょう。荷物終わったら取りに行きます。大丈夫ですよ。ごめんなさい。すいません、すいません。いいえ、ちょっとすいませんね、もうこれ荷物置いちゃって長い間ごめんなさい。本当すいません、もう一泊しちゃってるんで。はい、パソコン大丈夫そうでした。ずっと1時間ぐらい置いちゃったんですけど、閉店終わってから。あ、よかった。ちょっと予期せぬ形で頭濡れたし、予期せぬ形で服がびしょびしょになってしまいまして、もう服一着しかないんだよね。
ックアウトで、あの注文も大丈夫ですか。なんかビジネスショーみたいなのってあったりします。ビジネスショー置いてない。コンセプトが、はいはい、キャンピングカーとかで暮らした方が楽しいよね。軽自動車をキャンピングカーにして、キャンピングカーとかで暮らした方が楽しいよね。いや、すいません、長々と。いや、とんでもないです。ありがとうございます。もう3日いちゃいました。ありがとうございます。あ、いえいえ。今日は止まんないんで、もう帰ります。すいません、ごちそうさまです。